これはですねこれからビジネスを始める人、オンラインビジネスを始める人にぜひ、ね、聞いてほしい話なんですけど、まあ、できる限りですね最短、最速で成果を出したいのであれば、ですねやっぱりこう順序っいうものが大事で、この順序を間違えてしまうと、あえてその遠回りになってしまうというか、稼ぎづらいパターンに、ね、はまってしまって、成果が出るまでに時間がかかるというふうになるので、ぜひこの順序っいうものを、ね、意識してもらいたいんですけど、僕はこの順序を間違えたんですね。 だから結構苦労したし、ね、稼ぐまでに時間がかかったとかっていうのもあるんですけど、それは何かっていうとですね、まずは対人のサービスとかね、対人の商品を売るっていうことです。オンラインビジネス、まあ、ネットで何か売るってなると、人と直接接触しないような形を好む人が多いと思うんですよ。僕自身もそうです。やっぱりこう、人と絡むのって、僕は特に人見知りなんで、まあ、緊張するしね、気使うし、そういうの嫌だから、 できる限り人と、まあ、接触がなくていいような、まあ、コンテンツ販売とかっていうのはすごく良かったわけですね。もちろん僕みたいに人見知りで、こうね、対人のサービスとか商品をあんまり売りたくないなって人もいれば、単純に楽したいからみたいな、ね、人もいるだろうし、まあ、やましいことしてるからね、こう対人でやるのはちょっとやりたくないみたいな人もいるかもしれないんですけど、まあ、最後のこのやましいことやってる人はね、そういう人もビジネスをするべきではないと思いますけど、やっぱり多くの人が、できればそれはね、 そって一切対人で相手と絡むことなくお金が入ってくるんだったらまあほとんどの人はそっちを選ぶと思うんですよ、そっちの方が楽だしね。だけど、これは実は結構間違いというかね、こっちを先に選んでしまうと苦労しますよってことですね。オンラインで不特定多数にね商品を売るのと、1対1で商品を売るのでは、やっぱり1対1で商品を売る方が難易度としては低いわけですね。 直接相手から話を聞いてこういうことを悩んでますっていろいろ情報が引き出せるわけだからあじゃあそれに対してピンポイントにねじゃあこういった形で私がサポートしましょうかとかってね形で提案ができるんで相手が欲しがっているものをまあ後出しじゃんけん的に提案ができるんでまあ売れやすいわけですし直接会うことによって僕は信頼関係がまあできやすい親近感も感じてもらいやすいですねネットののどこの誰かも分かんなないような人 っていう、ねえー、状態でこう信頼を獲得するってのは難しいわけですけど直接会って話すとかっていう状態であればそんなに、ねえー、信用を獲得するのも難しくないと思うんですあとその購入した後のことも考えた方がよくて実はここは結構ポイントなんですけどコンテンツとかを売るときっていうのはコンテンツって実は見てない人多いんですよ買ったけど全然見てないみたいなそれはいろんな事情があって 面倒くさいから見ないって人もいれば、時間が足りないから見れないっていう人もいるしね。だから結局、見ないっていう人が多かったらですね、まあ、実践してもらえないんで、成果が出ないわけですね。成果が出ないってことは、自分の実績は作れないってことですよ。要するに、お客様の声が手に入らないってことです。しかも、例えば商品を納品して、ほったらかしみたいなパターンのコンテンツばっかり売ってると、まあ、相手からわざわざねフィードバックをくれるような人っていうのは、非常に稀なわけですよね。 だから、お客様の声がそもそも集まらないんですよ。だけど、対人で直接話しているような関係であれば、まあ、依頼とかもしやすいですよね。今回の件についてフィードバックもらえませんかみたいなふうにお願いしやすいと思うんですよ。というのは、一度会って直接話したことがあるから、この会うっていうのは必ずしもそのフィジカルに会う必要はなくて、バーチャルでもいいわけですね。ズームとかで喋ってる、まあ、直接話すってことが大事なんで、っていうことをしていれば、お客様の声っていうのも頼みやすくなるわけですし、あとはやっぱり、この、 対人で直接サービスをすることによって、まあ、相手も成果を出しやすくなるわけですね。こっちである程度行動管理ができたりとかだからコーチとかコンサルとかねそういった人をつけるわけですけど単純にノウハウだけ習ってもその実行するにあたってサボってしまうとかね行動できないって人メンタルブロックがあって行動できないって人がいる中でマンツーマンでサポートしてあげると、まあ、それが自分がねその行動管理の まあえー、手助けをしてあげて行動できるようになってそのおかげで成果が出るみたいな人って、まあ、いっぱいいるわけですよだからコンテンツをまあ売りっぱなしにしておいてもなかなか成果が出ない要するに自分の実績が増えないので実績が増えないとその後ね稼ぐのが難しくなるだから最初に実績を作りたいんであれば、まあ、オンラインオフライン問わずまずはその例えば個別相談とかねそういう対人系のところから入っていくっていうのがおすすめなんですね 僕はこの順序を間違えてしまって、いきなり、まあそういうオンラインで不特定多数にね、コンテンツを売るみたいな、要するにお客さんと接触を持たないような形の商品を売るっていうことをやってきたんですけど、当然ハードルも難易度も上がるわけですね。全く自分のことを知らない人がえほとんどな状態、無名のどこの馬の骨かも分かんないような状態なわけですね。しかもインターネット上にはね、数え切れないぐらいたくさんの人が情報発信をしていて、 なななかなか自分を見つけてもらうことができない。さらにこういう自分が作った無形商品物的商品価値がゼロのものをインターネットで売るっていうのはね当然ハードルが高いわけなんでいきなりそこを稼ごうともしても、ね、なかなかうまくいかないことが多いんですでもマンツーマンであれば、ね、初心者の人だってもまあ稼ぎやすいし実績も作りやすいしそしてその実績を武器に、ね、次の実績につなげていくみたいなことが ややりやすくなるんでなので、まあ、みんなやっぱりね面倒くさい時間取られるしやっぱ人見知りとかね人と関わるのが苦手だしとかっていうのでそこを避けちゃうんですけど実は一見遠回りに見えるそれが早かったりするんですねそういう時間かけてちゃんとやるっていう方が今は成果が出しやすいと思います。っていうのはもう無数に太くて出すにね 同じような人がたくさんいる中で選んでもらうよりも直接会って話をする方がやっぱり圧倒的にね選んでもらいやすくなるからそういうところも考えてそういう対人系のやつと非対人系のやつっていうのをまあ両方組み合わせてやるのがいいと思いますねどっちかだけでやるっていうのは結構きつかったりねすると思いますし逆にこう今度対人系ばっかり増えてくると時間がなくなってしまってね 収入増やしたくてもこれ以上お客さん取れないとかあるいはもう時間カツカツで全然自分のプライベートな時間がないとかってなっちゃうんでまあ両方バランスよくやるのはいいと思うんですけど特にビジネス初心者の人はまあコンテンツ販売ももちろんやった方がいいんですけどそれ一辺倒でやるんじゃなくてまずは実績の作りやすいまあ自分の経験にもなりますしねそういう個別相談とか個別のサービス対人系のサービスからまずは始めるっていうね ことがまあおすすめこういうまあ順序ってものがあるんでやっぱりこの順序を正しくたどっていけばですね最短最速でいけるんですけど順番を間違えちゃうとちょっと遠回りしてね時間がかかるみたいなことになるんで、まあ、これはあくまでも僕からのねまあ何ていうんですか提案というかおすすめなんですけど、まあ、そういった形の方が成果出しやすいしねその後もすぐに次につなげやすいかなって思うんでよ、まあ、ければですね参考にしてもらえればと思います。